2023年は、国内各メーカーから数多くの新型車が登場して話題を呼んでいたけど、今年はどんな車が発表されるのか、とても楽しみね。SNS とかでは、今年登場しそうな新型車を予想する声が、結構集まっていたりするぜ。そうなのね。その中でも特に注目されている車は何かしら？特に注目されているのは、ホンダのフリードだな。フリードってあのコンパクトミニバンだよね。でも、どうしてフリードがそんなに注目されているの？意外と知らない人も多いんだが、実はフリードはホンダの普通車の中で、稼ぎ頭なんだぜ。今でも販売ランキング上位に位置する人気モデルだけに、多くの人が新型フリードの登場を待ち望んでいるんだ。フリードがホンダの稼ぎ頭だったとは知らなかったわ。ちなみにデビューしてからどのくらい経っているの？初代は2008年から販売されているんだ。そして現行の2代目は、2016年9月にデビューしていて、登場からもう7年以上が経つんだぜ。それじゃあ、そろそろ新型が待ち遠しい頃ね。確かライバルのトヨタシエンタも、2022年に7年ぶりのフルモデルチェンジをして話題になっていたし、今年新型フリードが出たら、強力な対抗馬になりそうだわ。そうだな。ちなみに新型フリードの発売時期については、2024年夏と予想されているんだ。夏なんてあっという間ね。どんな進化を遂げて登場するのかとても楽しみだわ。今の時点で分かっている情報があれば教えてもらえるかな。それじゃあ今回は、ホンダの稼ぎ頭で2024年夏にフルモデルチェンジが予想される新型フリードについて解説していくぜ。よろしくお願いします。それじゃあ、まずは歴代フリードと、フリードが人気の理由について教えてもらえるかしら。まず、初代フリードは2008年5月から2016年9月に販売されていたんだ。ミドルサイズミニバンでは少々大きすぎると考えている顧客をターゲットに、運転しやすいサイズで、なおかつ室内空間にもゆとりあるコンパクトミニバンとして開発されたんだぜ。確かそれまでは、コンパクトミニバンというとキューブとかシエンタみたいに、可愛らしさを強調したような車が多かった気がするけど、フリードはスタイリッシュで父親でも堂々と乗れるような斬新なデザインだと感じたわ。そうだな。コンパクトで扱いやすい上にデザインがスタイリッシュだったことが多くの人に受けて、発売当初からかなりヒットしたんだぜ。実際どのくらい売れたの？発売当初の目標販売台数は月4000台だったんだが、発売5月には当初目標の5倍に達する2万台を売り上げて、12月には2008年下半期のミニバン販売台数で第1位を獲得したんだ。目標の5倍はすごいわね。数多くのミニバンを差し置いて、フリードが販売台数1位を獲得していたとは知らなかったわ。初代フリードのボディサイズやパワートレインについても教えてもらえるかな。まず、ボディサイズは全長 4215mm、全幅 1695mm、全高は FF 車が 1715mm、4WD 車は 1745mm となっていて、ホイールベースは 2740mm となっているぜ。いろいろなシーンで使いやすそうな、ちょうどいいサイズ感ね。ちなみに最小回転半径はどのくらいなのかしら？最小回転半径は 5.2 メートルで、取り回し性は良好だと言えるぜ。普段、ミニバンと聞いただけで一気に運転できる自信がなくなるけど、フリードのようなコンパクトミニバンであれば、私でも問題なく運転できそうだわ。そしてパワートレインについては、1.5 リッター IV テックと、1.5 リッター IV テックプラス IMA の2種類が設定されていたんだぜ。IMA とは何かしら？IMA とは、インテグレイティドモーターアシストシステムの略で、ホンダが採用するハイブリッドシステムのことなんだ。一言でハイブリッドシステムといっても様々な方式が存在するが、IMA はモーターがエンジンをサポートする、パラレル方式になるんだぜ。それじゃあ、あくまでも主動力源はエンジンになるのね。ああ、エンジンが主動力源になるから、プリウスのように発進時、モーターのみで走行することはできないんだが、モーターがエンジンをサポートすることによって、燃費を抑えつつ、力強い発進や加速を実現できるんだ。それなら、もっさり感もなさそうだし、ストレスを感じることなく走れそうね。ついでに、IVTEC がどういうエンジンなのかも教えてもらえるかな。IVTEC は、環境性能を追求しながらも、車としての走りの楽しさも求める、ホンダならではのエンジンテクノロジーなんだ。パワフルな走りの楽しさと、低燃費を両立していることがメリットになるぜ。走りを楽しめないという理由で、ミニバンに抵抗を感じている人も一定数いると思うから、IVTEC の特徴は大きなメリットになるわね。ちなみに最大出力と最大トルクはどのくらいだったの？最大出力は、ガソリンモデルが 87kW、ハイブリッドモデルがエンジン 65kW、モーター 10kW となっているぜ。最大トルクについては、ガソリンモデルが 144Nm、ハイブリッドモデルがエンジン 132Nm、モーター 78Nm となっているんだ。ハイブリッドの電気モーターは、フリードの走りをスムーズで力強いものにしていそうね。初代モデルの特徴について少しずつつかめてきたわ。それじゃあ現行の2代目についても、教えてもらえるかな。現行モデルについては、2016年9月から現在まで販売されているんだ。コンセプトは 7days Wonderful Mobility で、様々な状況で利用しやすいミニバンを目指した車なんだぜ。そんなコンセプトがあるとは知らなかったわ。
エクステリアの特徴についても教えてもらえるかしら。現行のエクステリアについても、先代同様に非常にシンプルで無駄がなく、落ち着いた雰囲気を醸し出しているぜ。むやみにスポーティーパーツを使うことなく洗練されたフォルムの美しさが、フリードのデザインの魅力と言えるわね。人それぞれ外観の好みは異なるが、今は多くの車がメッキパーツを前面に押し出して、ギラギラした雰囲気のフロントマスクを採用している傾向があるからな。フリードはメッキパーツに頼らず、スタイリッシュかつ、シンプルさを追求したデザインになっていて斬新だと思うぜ。そうね。現行フリードについて、初代から変更された点があれば、いろいろと教えてほしいわ。初代からの変更点として、ボディサイズは全長が 50mm 延長され、4265mm となっているぜ。前後については 2WD 車が 5mm、4WD 車が 10mm 引き下げられ、それぞれ 1710mm、1735mm となっている一方、前幅は先代と同じ 1695mm で、5ナンバーサイズを維持しているんだ。ホイールベースも先代と同様の 2740mm となっているぞ。コンパクトミニバンと謳っているから、サイズを大きく引き上げることはできないもんね。様々な制約の中で、ベストなボディサイズに変更されたんだと思うわ。そしてパワートレインについては、ガソリンモデルは 1.5 リッター IV テック、ハイブリッドモデルは 1.5 リッター IV テックプラス IDCD が搭載されているんだ。初代モデルのハイブリッドは、IMA だったわよね。IDCD についても説明してもらえるかな。IDCD とはインテリジェントデュアルクラッチドライブの略で、IMA に続く、第2世代のハイブリッドシステムになるんだ。第2世代のハイブリッドシステムなのね。IMA とはどういう違いがあるの？ IDCD は、IMA と同じくエンジンが主役のパラレル方式に分類されるんだが、最大の違いはエンジンとモーターを切り離して使用できることなんだ。そのため、エンジンを完全に停止させたままモーターのみで走行することが可能となり、IMA と比べて相当の燃費向上が期待できるんだぜ。ハイブリッドシステムが IDCD になったことで、大きく性能も上がっているのね。ちなみに現行フリードも、発売当初からかなり売れたのかしら？ああ。発売当初の目標販売台数は月6000台だったんだが、発売5月には目標台数の4倍以上となる2万7000台を受注し、発売当初からかなりヒットしたんだぜ。冒頭でホンダの稼ぎ頭と言っていたから、その人気は今でも続いているのよね。続いているぜ。直近で言うと、2023年1月から11月の、1ヶ月平均登録台数は約6440台となっていて、これはホンダ車の中で Nボックス の次に、多く販売されていることになるんだ。Nボックス の次に多く売れているのね。ちなみに他のホンダ車は、月平均でどのくらい売れているの？他のホンダ車の月平均で言うと、フィットが4800台、ベゼルが4750台、ステップワゴンが3620台、軽自動車の N ワゴンが3210台となっているぜ。でも、フィット、ベゼル、ステップワゴンは比較的最近フルモデルチェンジしているわよね。フィットとステップワゴンは2020年、ベゼルが2021年にフルモデルチェンジしているぜ。フリードはこの3モデルに比べて圧倒的に設計が古いはずなのに、それでもホンダ車の中で2番目に多く売れているなんて驚きだわ。しかも、フィットやステップワゴンには、IDCD よりも新しいハイブリッドシステムである EHEV が搭載されていたり、安全装備もフリードより優れていたりするからな。それでもフリードが好調に売れている理由は何なのかしら？フリードの人気が高い一番の理由は、価格の安さが大きいだろうな。例えば、ステップワゴンは一番安価なガソリン車でも300万円を超えるんだが、フリードなら約230万円から選べるんだ。オプションなども込みで考えると、大雑把に見て約100万円くらい変わってきそうね。そしてフリードは5ナンバー車だから、圧倒的に運転がしやすいんだ。現行ステップワゴンは全車が3ナンバー車となっていて、フリードのメリットが際立つんだぜ。価格が安くて、運転しやすいというのは最大のメリットになるわね。その上、コンパクトミニバンなのに、外観がスタイリッシュで立派に見えることも人気の理由だと感じるわ。そう思うぜ。ちなみに、フリードはどういったユーザーが購入しているのかしら？やはりミニバンということもあって、子供が生まれるなど、ライフステージの変化に合わせて、Nボックスやフィットから乗り換える人が多いみたいなんだが、実は子育てを終えて、ステップワゴンやオデッセイから、フリードに乗り換える人も多かったりするらしいんだ。つまりフリードは、軽自動車やコンパクトカーからのアップサイジングと、ミニバンからのダウンサイジング、どちらの需要もあるから強いということね。そうなんだ。しかも、現在新車で購入できるモデルのうち、全長が 4300mm 以下に収まる5ナンバーサイズのコンパクトミニバンは、フリードとシエンタだけだから、ライバルが非常に少ないんだ。需要が多い割に車種が限られることもあって、設計が古いフリードも、好調に売れ続けているということね。ああ、その通りだぜ。その話を聞くと、フルモデルチェンジでどう変わるのかますます興味深いわね。今の時点でわかっている情報があれば教えてもらえるかしら。それじゃあここからは、フルモデルチェンジでフリードがどう進化するのか予想を紹介していくぜ。よろしく頼むわ。
まず、サイズはもちろん5ナンバーサイズをキープし、全長、全幅、前後は現行モデルと大きく変わらない模様だぜ。ミニバンだけでなく、セダンや SUV、すべてのジャンルで5ナンバー車は貴重となっているから、サイズをキープするとなれば、また大ヒットしそうな感じね。そしてデザインについては、ステップワゴンのようなプレーンなデザインになると予想されていて、現行モデルよりも圧倒的にシンプルフェイスになると言われているんだ。オラオラ顔が未だに人気だけど、フリードは変わらずシンプル路線で行くのね。シンプルな路線で行くことは悪くないと思うが、正直フィットと同じ状況にならないか心配しているぜ。え、フィットはどういう状況なの？現行の4代目フィットは、3代目フィットと比べて、売れ行きが伸び悩んでいるんだ。その理由は言葉を選ばずに言うと、デザインがダサいからと言われているんだぜ。シンプルなデザインは好きだけど、確かに今のフィットはなんだかシンプルすぎるデザインで、正直かっこいいとは思えないわね。実用性や内装の質感は高いだけに、デザインで損をしているのはかなりもったいないと思うんだ。フリードも、現行モデルより圧倒的にシンプルなデザインになるという情報が出ているなら、フィットと同じ失敗を繰り返す可能性はあるかもしれないわね。ああ、トヨタのようなギラギラしたデザインがいいとは思わないが、単にシンプルすぎるデザインではなく、顧客に高く評価されるデザイン要素も積極的に取り入れていかないと、デザインで損するメーカーとなって、どんどん苦しくなっていくと思うぜ。フリードはホンダの稼ぎ頭だけに、ここでの失敗は絶対に許されないもんね。フィットの反省を生かして、どんなデザインにするのかとても見物だわ。そこはよく注目していきたいと思うぜ。それじゃあ、予想されるスペックについても、教えてもらえるかしら。まずパワーユニットは、フィットと同じ直四、1.5 リッターのガソリン N8、2モーターハイブリッドの EHEV を搭載すると言われているぜ。現行フリードのハイブリッドは、1モータータイプの IDCD だから、そこは大きく進化すると見られるんだ。EHEV についても少し教えてもらえるかしら。EHEV とは、ホンダがこれまで培ってきたエンジンの技術、電動化技術のすべてを結集した最新のハイブリッドシステムだぜ。どんな特徴があるの？特徴として、速度が 80km/h 以下の場合は、EV 走行を行い、電力が少なくなった時だけエンジンで発電、80km/h 以上の場合は、エンジン走行がメインとなり、モーターはアシストする形に変わるんだ。ハイブリッドの方式としては、エンジンで発電し、モーターだけで走るシリーズ方式と、エンジンが主役でモーターがアシストするパラレル方式、それぞれの良さを生かしたシリーズパラレル方式になるんだぜ。モーターとエンジンのいいところを賢く生かす、ホンダならではのハイブリッドなのね。この技術によって、燃費と騒音が超改善するから、走行性能については大きく進化すると思うぜ。走行性能が大きく進化するのはとても楽しみね。最高出力や最大トルクに関してはどうかしら。EHEV 予想スペックとしては、エンジン最高出力 106PS、エンジン最大トルク 13.0kgm、モーター最高出力 123PS、モーター最大トルク 25.8kgm になるぜ。安全装備についてはどうかしら。おそらくホンダセンシングの最新対応は、期待できると思うぜ。具体的には、近距離衝突軽減ブレーキ、渋滞追証機能付き ACC、トラフィックジャムアシスト、オートハイビーム、ブラインドスポットインフォメーション、パーキングセンサーシステム、後退出庫サポート。このあたりの安全装備は少なくとも追加されてくると思うぜ。ホンダセンシング360が搭載されるかは、まだ何とも言えないな。ホンダセンシング360が搭載されたらサプライズね。追加が期待されるそれぞれの安全装備について、簡単に教えてもらえるかしら。まず、近距離衝突軽減ブレーキは、約 2km/h から約 10km/h の低速走行後退時、フロント及びリアバンパーのセンサーが、前方または後方の障害物を検知し、衝突する恐れがある場合、ブレーキを制御し衝突回避や衝突による被害の軽減を支援するシステムなんだ。駐車時の衝突事故はとても多いし、ぜひ搭載してほしいわね。そして、渋滞追証機能付き ACC は、フロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定し、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行、停車できるよう支援するシステムだぜ。ACC のありがたみを最も強く感じるのは、やっぱり高速道路の渋滞時よね。しかも長距離の高速走行で ACC を使うと、下手にアクセルペダルとブレーキを踏むよりも、燃費が向上するケースもあると聞いたことがあるわ。その通りだぜ。そして次はトラフィックジャムアシストで、これはノロノロ運転の低速走行時に、車線中央付近を走行するようステアリング操作を支援するシステムだぜ。高速道路での低速走行時の運転操作を支援してくれる機能になっているのね。そしてオートハイビームは、ハイビームとロービームを自動で切り替えることで、良好な視界確保を支援する機能なんだ。オートハイビームは視界の確保に加えて、手動切り替え操作の頻度を低減する機能でもあるわよね。安全かつ快適な装備と言えるわ。そしてブラインドスポットインフォメーションは、走行中の死角になりやすい自社の斜め後方車両を検知し、ドライバーへ注意を促すことで運転負荷を軽減する機能になるぜ。
車線変更をするときに、斜め後ろに車が存在することをお知らせしてもらえるのはすごく助かるし、私の車にも欲しい機能だわ。次のパーキングセンサーシステムは、駐車時や出庫時、狭い路地などでの右左折などに、自社の前後の障害物を検知し、ドライバーへ注意を促すことで運転負荷を軽減する機能だぜ。車庫入れや縦列駐車などに便利なサポートシステムになるわね。車幅感覚をつかむのが苦手な人にとってはぜひやってほしい機能だと思うわ。最後の後退出庫サポートは、駐車場からの後退出庫など、自社の後方左右から接近する車両を検知し、ドライバーへ注意を促すことで運転負荷を軽減する機能になるんだ。見通しの悪い後退出庫などを支援してくれるのはすごく助かるわ。新型フリードは安全装備についても、結構充実することが期待できそうね。走行性能や安全装備を含めて、大きく進化することを期待したいぜ。新型フリードはかなり期待も大きいと思うけど、ライバルのシエンタに勝てるのかしら。まず、直近ではどっちの方が多く売れているの？一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表している年別の販売台数データを見ると、20から22年については、フリードがシエンタを上回っているぜ。具体的な台数も教えてもらえるかしら。2020年はシエンタが 72,689 台、フリードは 76,283 台、2021年はシエンタが 57,802 台、フリードは 69,577 台、2022年はシエンタが 68,922 台、フリードは 79,525 台となっているぜ。どちらも大きなシェアを誇っているとわかるわね。2023年の情報はあるかしら。2023年については、シエンタが 132,332 台に対して、フリードは 77,562 台となっていて、順位が逆転しているんだぜ。シエンタはきっと2022年のフルモデルチェンジによって、大きく販売台数を伸ばしているのね。ちなみにシエンタの特徴やスペックについても、教えてもらえるかしら。シエンタは、フリードと同様にコンパクトなサイズ感と取り回しやすさが特徴なんだ。ボディサイズは全長 4260mm、全幅 1695mm、全高 1695mm と運転しやすいサイズ感を備えている上に、最小回転半径は 5.0m で、狭い道でもスムーズに走行できる小回り性能が魅力だぜ。ボディの台数はシエンタも新型フリードも概ね同じぐらいになりそうね。ああ、そしてシエンタのパワーユニットはフリード同様、ガソリンモデルとハイブリッドモデルを用意していて、ガソリンは 1.5 リッター直列3気筒、ハイブリッドは 1.5 リッター直列3気筒プラスモーターとなっているぜ。スペックについても教えてもらえるかな。まず、シエンタのガソリンモデルは、最高出力 120PS、最大トルク 14.8kgm となっているんだ。ちなみに現行フリードのガソリンモデルが最高出力 129PS、最大トルク 15.6kgm となっているから、フルモデルチェンジ前の現時点でも、フリードが優勢と言えるんだ。ハイブリッドモデルについてはどうかしら。シエンタのハイブリッドモデルは、エンジン最高出力 91PS、エンジンの最大トルク 12.2kgm、モーター最高出力 80PS、モーター最大トルク 14.4kgm となっているぜ。さっき新型フリードの EHEV 予想スペックが、エンジン最高出力 106PS、エンジン最大トルク 13.0kgm、モーター最高出力 123PS、モーター最大トルク 25.8kgm と教えてくれたから、こちらもフリードの方が優勢と言えるわね。そうだな。そして燃費性能について、WLTC モード燃費で見ると、シエンタのガソリンモデルは 18.3 から 18.4km パーリッター。ハイブリッドモデルは 2WD が 28.2 から 28.8km パーリッター。E4 は 25.3km パーリッターとなっていて、かなり優れていることがわかるぜ。新型フリードでは燃費性能も大幅に改善されてくると思うけど、現行フリードの WLTC モード燃費はどのくらいなのかしら。現行フリードの WLTC モード燃費は、ガソリンモデルが 2WD が 17.0km パーリッター、4WD が 15.6km パーリッター、ハイブリッドモデルが 2WD が 20.9km パーリッター、4WD が 19.8km パーリッターとなっていて、燃費性能は、現時点ではシエンタが大きく優れているぜ。この差をどこまで縮めることができるかも、今回の新型フリードがヒットするかにかかってきそうね。それと、シエンタの安全性能はどうなのかしら。シエンタは全車に次世代の予防安全パッケージトヨタセーフティセンスを標準装備しているんだ。搭載されている具体的な機能は、プリクラッシュセーフティ、レーントレーシングアシスト、レーンディパーチャーアラート、レーダークルーズコントロール、アダプティブハイビームシステム、ロードサインアシスト、ドライバー異常時対応システム、プロアクティブドライビングアシスト、発進遅れ告知機能となっているぜ。これらの機能が全てのグレードに標準装備されているのは強いわね。現時点ではシエンタが圧倒的に優勢だけど、新型フリードにさっき教えてくれた安全装備が設定されれば、差はかなり縮まりそうだわ。そして価格については、シエンタは新車価格195万円から310万8千円となっていて、新型フリードもシエンタを意識した価格設定になってくると思うぜ。
ちなみに、現行フリードは233万900円から321万5300円となっているんだ。類似する主要グレードで比較すると、どうなるかしら。ガソリン車のスタンダードモデルについては、シエンタ G2WD7 人乗りが234万円。フリード G2WD7 人乗りが229万7900円となっているぜ。ハイブリッドについてはどうかしら。シエンタハイブリッド G2WD7 人乗りが269万円。フリードハイブリッド G2WD7 人乗りが265万5400円となっているぜ。価格設定はシエンタの方が若干高めであるものの、基本的には似たようなものね。新型フリードがどのくらいの価格で発売するのかが、見ものね。機能の充実や原材料価格の高騰なども考慮すると、新型フリードは若干の値上げを覚悟しておく必要があると思うぜ。そうね。シエンタと新型フリードの比較をまとめると、価格はおそらくほぼ互角、燃費性能はシエンタが優勢。走行性能はフリードが優勢、安全機能はシエンタが若干優勢といった感じかしら。そう思うぜ。あとはデザイン、使い勝手が大きく左右してくるな。特に先ほども言った通り、フリードがデザインでこけないことを祈るばかりだぜ。ちなみに新型フリードに関して、ネット上ではどういう声が見られるかしら。ネット上では、フルモデルチェンジを楽しみにする声と、デザイン面で心配する声が多く見られたぜ。それぞれについて教えてもらえるかな。まずフルモデルチェンジを楽しみにする声としては、新型フリードが、シエンタとどこまで争えるかが非常に見もの。ぜひトヨタ一強時代を崩してほしい。フリードの役割はとても大きい。IDCB から EHEV に変わるなら、個人的にとても有力候補。という声が見られたぜ。フリードは現時点でも高く評価されている車だし、シエンタのシェアを一気に奪うくらいの活躍を期待したいところね。そしてデザイン面に関しては、最近のホンダはデザインで失敗してると思う。なぜあれだけ評価の低いファミリーフェイスを続けられるのか不思議。ここ最近のホンダの傾向だと、ダサいデザインにして売り上げ落としそう。ホンダ今のデザインはわざと売れなくしているとしか思えない。という声が多く見られるぜ。デザインは好みもあるけど、やっぱり最近のホンダのデザインには否定的な意見が多く見られるわね。特にフィットでやらかしたことが大きかったんだと思うわ。まあ、逆にシンプルゆえのかっこよさをしている人もたくさんいるのは間違いないからな。新型フリードがどのくらい売れるのかで、世間の評価がよくわかるぜ。そうね。今日は新型フリードについて話してきたけど、どうだった？まず、フリードがホンダの稼ぎ頭で、たくさんの人が2024年夏のフルモデルチェンジに期待しているとわかったわ。フリードは初代、そして現行の2代目ともに、発売初月から大ヒットしているモデルだから、今回のフルモデルチェンジもかなり期待できるぜ。そうね、安全装備も充実して、ハイブリッドには最新の EHEV が搭載されることが予想されているから、大幅なレベルアップが期待できるわね。その一方で、ステップワゴンのようなプレーンなデザインで、現行モデルよりも圧倒的にシンプルフェイスになると予想されているから、それが吉と出るか、凶と出るかが見ものだな。フィットのようにデザイン面でやらかさないことを祈りたいわ。シエンタとのライバル争いを期待しながら、フルモデルチェンジまで待ちましょう。そうだな、というわけで今回はここまで。新型フリードについて、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。